ほんじゃ、ちょっとエリア行く前に昨日さっきだいぶあのピクミンを犠牲にさせてくれたちょっと原生生物見とこうか。ダルビッシュさん、アナナ、ドイツじゃ、ドイツじゃ、こいつや、シリアゲヨロヒ、たくしょうもない名前やな。シリアゲて失敗やないか。知りちゃうわ、まったく、こんちくしょうめ。次出てきたときはマジで許さねえ。どうしたらね、どうしよう。さっき一回こう探索したうちこっちに戻るっつったけど、もう一日しよっか。ちょっと中途半端にお宝とか置いちゃってるから、もう一日ここ行きます。よし、落ちね、泳げるようになってよかったね。よっしゃ、じゃあちょっと真珠を回収しつつ、もう一度ね、ちょっとエリア探索していこうかね。これ何日間はここに置き去りになるんだっけ。なんかそういうあれあるよね、多分。前日までだっけ、前日は次の日までだっけ。ちょっと忘れたな。あれ、これも置き去りにしてる。あれ、これ回収せんかったか。あれだ、一回犠牲出て、それでやり直したからかな。はぁ、あ。んじゃあちょっと、あれ、あのひよこちゃんたちはどこで落としていったっけ。あー、向こう、こっちか。遠回りしちまったぜ。ここだね。オッケー。はい、頑張れ頑張れ。じゃあこれ運び終わったら、あっちに確か一個地下への入り口があったんでね、そっちのちょっと穴の方見ていきましょうかね。はい、ご苦労さん。さあ、双子のひよこちゃんをゲットしたぞ。さあ、ここね、ちょっと探索していこうか。せっかくならもうここの穴は、クリアしたいところだが、暗がりの中右往左往しながら進んだ先には排体的だが懐かしさを感じ、謎の物体、なんじゃこりゃ。ディスコだ、何これ。待って、もしかしたらさ、あれかな、ボケなめこだっけ、ピクミンをキノコピクミンにしてしまう、あのピクミン1で、あいついいんじゃねえの、もしかして。さあ、この穴ではどうやらチョコレートディスコが踊れるらしいじゃないの。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ。チョコレート出てきた。チョコレートではないか、激辛スプレーね、エキスね。おお、びっくりした。あー、待った。悪い夢を見てたようだ。ちょ、待ってよー、もうそらないって。マジこいつ、ほんまに許されん。もう跡形もなく消し去ってしまえ。こいつ、なにこれ、お宝ですかこれ。あ、お宝だね。なんだこれ、なんだこれ。
プラレールの線路っていうか、そういう系だね。なんかそんな感じだね。暗いなー、ここ。あー、ピキマキちゃんが出て、あー、このピキマキは、これを出してくるから。はぁー。お、待って、ここにもなんかあんじゃん。あー、でもこれ向こうじゃないといけねえな。あー、ちょっとまして。なんか不意打ちを疲れすぎてやばいな、今日。俺らそのまま俺にケツ抜けたまま凍って館を食べてはなくなってしまえ、ポケチンが。俺ら向こう向けてんだ、かな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 、あばよ、まったく。あ、ちょっ、何してんの、なんでカーソルこっち行った、急に。もう自分も信用できんくなった。もう無理や、誰信用したらいい、もうわからん。はぁ、とりあえずこれ作ろうか。うわ、なんか出したね、なんだ、えらい。あー、あのビリヤードのボールっていうか、あれだね。さあ、ここは何もなし。はい、よくできました。拭いたらこれはまた下に行けて、ピキマキちゃん登場。ヘイ、もう結構激辛のエキスを出してくれるね。これはオッチンにまたがって、で、よし、オッケー。あー、でこれだ。あれ、嘘、これキーピクミンじゃないと届かんやん。え、しかもキーピクミン数足りるか、これで。なんか大きさ的になんかやばそうな気がするんだけど、大丈夫か。頼むよ。15、お、ギリギリ、危ねえ。あ、15じゃない、7か、7か、よかった。よし、じゃあ俺はここでね、入れました。え、これさ、あれ、あそこに残った状態で入ったら、取り残されるとかある？いやー、ちょっと怖いんでね、私はこれを使います。え？どっか来てる？あー、来た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 。便利だー。これは便利だー。よっしゃ、奥行こう。さあ、チョコレートディスコが踊れるのはどこだ。お、こいつ現れたな。食われんなよ。あー、ちょっと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 、何をしてんのって。死んだ、もう嫌やわ、ほんま。なんで氷投げたん。もうやめよう、もう怒るのやめよう、もう嫌やわ、もう。めっちゃ激辛ほんで出してくれるな。向こうにはなんかちょっと特殊なやり方じゃないといけなさそうだね。さーて、さてさて、これは黄色で壊せるんですか。壊せそうだね。またずいぶんでかい。あ、ちょ、待って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 、危ない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 。おい、ピキ何してる。
そーこいつが邪魔で、くそーどうしよう、あいつが俺らにケツ向けてるうちに、よっしゃ今のうちにやれ、よしで、これもこいつ氷で、はっざまみ、あれ危なかった、危ねえ危ねえ、よし、そしたらば、お、これは、ああそうか、どっかボタン、あーそこのボタンを押して落とさなきゃいけないのか、よーし、じゃあちょっとこっちに行ってくるわ、待っといて、うわ、なんか何やこれ、何やあれ、なんかウジ虫のまた新しいやつみたいなのがおるな、これは先に下を制圧しておいた方が良さそうやね、よし、オッケー、これは一体なんだ、まあワンパンだけど、あーっとっと、あぶねー、新しい原生生物だね、お、なんかでっかいお宝があるな、よし、じゃあ下は制圧したんで、あららららららら、めっちゃ上に当たって、よし、それをしながらこれも運んでもろうて、オッチがこれ待ってるの可愛いんだよね、あー運べんって、ちょっと待って、おい、よし、イエーイ、柵下ろしたぜ、よーしょ、じゃあこれもちょっと運んでもろうて、段取りよくな、これで今のうちにどっかまた別の、あー、こいつら待つか、これなんだ、エフェクターやん、まあ、ギターとか、ベースのあの楽器ね、でこう音をねちょっとこう変えたりとか、なんかファーンとかこうなんか音をね変えたりする機械ですね、エフェクターは。まさかお宝がこんなところにあるとはって感じだね。これなんだ、あれこれ壊してないっけ、ほら壊してない、これ何、普通の火のやつだよね、あ間違えた、もうマジで X とは押し間違える、これはどうやって、赤でいいのか、おー、あー、あれ自体がもうお宝ってわけね、なるほど、ろうそくだ、この大きさ的になんか20匹ぐらいいりそうな大きさな気がするけどなよし、オッケー、そしたら制圧かな、オッケー、これはまたなんか、なんかこれはまた、あードローンで確認しようって、了解、お、待って。おお、ピンクでは、ということはこれ、あれか、羽ピクミン、
まさかのここで遭遇しちゃう感じ。おー、つかまった。これは頭使う、なんかあれだな、アンチャーテッドみたいになってんや。どれどれ、これで上に上がれるっぽいね。ふぃーずぃー、大きな仕掛けでしたよ、ほんとよ。これこんな花が咲いているのか。ポンガ仕草、そうだ、ポンガ仕草だ、思い出した。中にいると、あ、そう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 、色がね、変わるってやつですよ。色的に羽だよね、これ。羽ピクミンちゃん、ここでご登場ですか？ちょ、待って、これは、多分一匹投げたら、ぴょんぴょんぴょんでどっかに行くパターンだよね。いやー、ちょ、待てよ。どうしよう。他に行けるとこないよね。一回これで、押すとどうなる？コンベアの向きは変わった。これわからんなぁ。一回ちょっとやってみらんと。これ投げます。ほらね、そういう。おう。あー、なるほど。向きを。あー、そういうことですか。どこ行った？あれか。で、行き着く先は？あー、なるほど。これで、そういうことね。じゃあこれ、ボンボン投げていったらいい感じか。あと9匹。何匹投げた？俺。あれ？ちょっと待って、ちゃうがな。こうして向こうに行ったら、あら、あー、ちょ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 、あ、何匹か先にも、いや、あの赤ピキも危ねえな。これをこれで下ろすとどうなるんですか。これで、これでオッチンでも、いや、ギリギリいけねえのか。よし。あ、お宝は回収できそうだけど、抜け穴を掘り終えた。ちょっとピクミン回収しに行こうか、先。大丈夫だったか？よし、いい子だ。どっちだっけ、こっちか。せい！ふぅー。あれ？勝手に戻ってきてる。あー、なるほど。あっち抜け穴ってことは、あっちからここに戻ってきたってことね。そういうことでしょうか。なるほどねー。でもこれ、これ投げていい？大丈夫？オッチンで俺超えられる？これ。超えられんね。超えられんのに、投げて、入って大丈夫な。わかんねえ。わかんねえ。ちょっとむずくねえか、ここ。あれー、あ、これに、わしも乗りゃいいんだ。よいしょー。なるほど、なるほど。これまだ下あんの？で、どうすんの？あ、あ？ちょ、待って待って待って。これどうすんだ。お宝先運ぶか。お宝先は先運んじゃって、ボヨーンボヨーンと来て、
これ一回投げるとどうない、どういく？そう言ってぽよんのぽよんのぽよんって来て、で、あれどこ行った？あれこれなんか永遠繰り返してない？あ、しょうがない、これ永遠繰り返してる。あー、だからウォッチンであれだ、段取りよくせえって話か。解散して切り替えて、でこれで、あれどこ行った、ぴょんぴょん跳ねてるのを、あの金塊がね、金塊、あ、なるほど、あー、そういうことか。ここでピクミンをちょっとオッチンで担いで、ちょっと待って、あのずっと飛んでる、ずっと飛んでるやつちょっとどうにかせないが、全部来ちゃったね。まあええわええわええわ、これで、まあ別にこれオッチンじゃなくてもよかったんかな、普通に自分のキャラでも来れたんかな、これ。よいしょ、いやマジこういうの苦手なんですって、私こういう系ね苦手なんだよな。ちょっと あいつ飛んでるのちょっと助けないと。コンビアの向き変わったよ。あーでそう来ると、まあでもとりあえずさ、お宝は運べたんだけど、これちょっとポンガシグサ、せっかくならちょっとピクミン入れたいんだけど、入れたところでだよね、どうやって、呼び戻す？え、一匹投げてみる？入っちゃった。やっぱ羽ピクミンだよね。え、でも、どうしよう。え、どうしよう。どうやって、あれしたらいいんだ？このさ、これうまく使って、あ、待って、これジャンプしたらいけんじゃない？おりゃ！おりゃ！すげえ！うおー！いけた、俺天才やー！箱。あ、これ何匹までですか？あ、やっぱ5匹までか。前作っていうか過去作もね、ポンガシグサはね、5匹までだったんだよ。さあ、まさかこんな形で、羽ピクミンちゃんと出会うとは。飛んでる？こんなピクミンもいるんですね。早速調べてみます。羽ピクミン、空が飛べます。でね、こう羽飛べることによって水辺とかも関係なく行けるから、まあ近道してね行けると。やったぜ、羽ピクミン手に入った。え、これオッチンに乗ったらどうなんの？あ、一応乗るんだ、なるほど。いやー、俺これよう気づいた、これにジャンプしてここでポーンって行ってパーンってなるってな。あー待って、向こうに行くのどうやって行くんだっけ。あーこれだ、
ヤッフー。よし、さらに下に行きます。さてさて、おー、豚どっくりちゃんもおって煮えたぎってますね。さあ、ちょっとこっちから攻めてみようか。これはなんだ、水、いや泡、泡氷かな、わかんねえ。あし、めっちゃ氷になる、氷じゃない、めっちゃ 泡だらけになっちゃう。あ、でも死にやせんな。即死じゃないからまだ救いではある。おりゃー、おー、危ない。あら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 あ、あれでもこれ、これオッチに行ったらやあちちってなるよね多分。どうしよう、これあれだな、俺あれど、え、なんか火に強くなる、あのなんかアイテムって買ったっけ俺、まだ記憶ない。あれビキマキちゃんがおるな。あー、なるほど、大丈夫。よし、ビキマキちゃん、あらーよし、相変わらず激辛のエキスバカ出すな。普通のエキス欲しいんだけどな。そういうわけにはいかないっすか。なんかクミの声が聞こえる。あ、あっち戦ってんやん。ちょっと待て。まずこいつを。よし、おお、しかもお宝まで持ってた。ちょっと待て。まず野生のピクミンを助けたい。野生のピクミン助けたいけど、え、どうなってるのこれ。大丈夫だよね。待てよ、ピクミン待っとけよ、今助けに行くからな。よし、 OK、 おいで、大丈夫か、こいてー、危ない、ピクミン、あぶれ、ちょ、ほら、カーソル合わせるの大変やな。おら、よーし、進化じゃー。これなんだ、あー、これでね、あそこの、あっちになったところを、消化できるんだ。え、ちょ、待って、向こう行くの？君たち？ちょ、勝手に行ってるけど、大丈夫か。原生生物はみんなやってるから。そうねー、あれも意外と早く来てくれた。大丈夫？はい、ご苦労さん。よし、じゃあそのままの勢いでコキコキしちゃってください。バラバラバラ、声
かわいい。いいね。ビール。やったぜ。よしよ、頑張った。じゃあでもいけるけども、豚どっくりをやらないといけないよ。はっはっは。固まったが最後だ。よし、じゃあちょっと運んでもらいながら、じゃあで先にエキス吸いな。よし、オッケーオッケーオッケー。これはなんだ、これはなんだ。何が埋まってる？え？何の音？この心臓の音みたいな。これなんだこれ。あ、これもあれか。なんだ、ビリヤードの、ボールっていうかあれね、打つやつね。はぁ。あ、これは、オッチン。あなた番ですよ。かわいい。なんかありますか？あーで、切り替えか。ほいで。あー、そういうことねー。ピクミンをちょっと連れとかないといけないじゃん。ほんなら一回解散して、解散して、はい、よいしょ、おいで、切り替えて、何匹いるか、全部は呼んでねえよー。あれ？あ、ちゃうわ。ここで切り替えてピクミンをこっちからあれか、渡してあげないといけないのか。となったらキーピクミンじゃないと届かないんで、うわー、ここオッチンじゃないと通れんや、だるー。さあ君たち出番だよ。あ、そうだ、このお宝も運ばなきゃいけなかったね、忘れてた。じゃあちょっと氷に運んでもらいながら、よいしょ、やっほー、よいしょ。いいね、これで羽ピクミンが10匹になったぞ。良いですね。この泡なんなんこれ。あー、あ、ちゃうて。え、ちょっと待って、これ危ない。大丈夫これ。そう、なんてやつだ。おるや。でもあれだね。このエリア外でさ、割れたらさ、そのまま下落ちちゃう、やられちゃうね。これは気をつけとかないけんね。あー、ピッキマキちゃん、おー、そうか、羽ピクミンだったら適当に投げればやってくれるか、助かるけど、飲んじゃって。オッケー、じゃあこれをこっちに10匹、これでどうですか、これでどうですか、足りますか。よし。オッチンピクミン投げるときどうやって投げてんの、口で投げてんのか。なんて野郎だ。よし、これで仕掛けも解いたし、あと行ってないとこってどこだ、行ってないとこっていうか、あの次の、次への場所
あ、じゃあじゃあじゃあもう、ま、毎回 Y を押してしまう。そい。あー落ちんなよ。頼むぜオッティン。もう一回再度チャレンジ頼むよ。よっ、よし、オッケー。あ、すげえ、これめっちゃ下まであんじゃん。これまだ5回って数字が出るってことはファイナルエリアじゃないってことか。なんやあれ、遭難者がいるようだけど、これが言うてたディスコか。え、どういうこと、ディスコって。え、何これ。え、なんか1ってある。何やこれ、どういうことや。え、ちょっと待って、これえだ、え、ダマグモ系の原生生物か。え、なんかそんな気が。怖い怖い怖い。え、大丈夫よこれ、マジ大丈夫かこれ。怖いな、怖いな。氷黄色でもいける。ああ、やっぱりや、やっぱりダマグモや。ディスコのダマグモ、ずいぶんノリのリズム感のいい。いや、これ待って、どうやって攻撃仕掛けたらいいわかんねえ。これでどうよ、なんか仕掛けてくるな。おお、なんやこれすごいな。あー、犠牲はゼロ、犠牲はゼロ。おお、助かった、危ねえ。あれ、オッチンちょっとダメージ食らってんな。あのエキスを吸わせてあげないと、疲れてんやん。黄色じゃなくてもいいのか。待って、攻撃力の高い赤にしよう。あー待って、やばいやばい、役を原生生物が現れたな。この1個だけ足が違う、あ、いや2個か。いや、まさかこんな形で。いや、疲れてんや、疲れてんや。いけ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 、やれるだけやれ。おー来るぞ。あぶれ。いや、ちょっとあれに当たったらどうなるか試してみたいところではあるけど、いや絶対事故になるから。ピクミン死んじゃうでしょ、もうそれは許されへんからな。だからちょっとあれに当たったらどうなるか気になる人は他の人の動画見てください僕はあくまでもピクミンは犠牲出したくないんで。よっしゃ、この疲れたうちに。あぶれ、あぶれ。これはちょっとずつ回復してる、もしかして。わかんねえ、どうなんだろう。そんなことはないか。でん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 なんかちょっと癖になるな、この音。あー、くる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 、危ねー。すごいね、この原生生物。怖いよ。
名前つけるとしたらパリピーダマグモや。パリピーダマグモですこの子。まあ、幸い体力は回復してねえな。いけ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 。おお、サービスタイムや。危ない、危ない。おるみんな、あれ何匹、ほら、あーちょちょちょ、危ない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 。いやでも体力だいぶ削ったぞ。よし、休憩したまえ。ちょっとオッチンにやみつきボーンあげよう。あ、ごめん間違えた。やみつきボーン食いな。よし、もうちょっと早くあげればよかったね。あれあれあれ、あらら、いけ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 、倒せるんちゃうの。倒したちゃうか。あとちょっとだな。まさかこんな、でもなんかちょっと常識離れな原生生物ね、ダマグモ現れるとは。あーやべえ、あ倒した倒した、爆発する、うぅやったぜ。何落とした、スピーカー落としてる。なんだ、あゲートが開いた。おお、こんなもん食うから、あんたそんなディスコになっちゃうのよ。よし、オッケー、ちょっとそれ運んでもらいながら遭難者を羽に運んでもらおうかな。よーし、いいね。さあこの人がドクターであることを祈ろう。いやー、初めてこんなちゃんとした原生生物、ボス級の原生生物出たね。ピットじゃあまたジェラン調査団か。いやでも犠牲ゼロでこいつぶっ倒したんよかった。いやいやいや、ようやくねボス級出たからちょっと嬉しかったね。だからね、ちょっとせっかくね、羽ピクミンちゃんも仲間になったことだし、ちょっとバンバン一緒に旅をしてもらいましょうかね。いやー、まさかのね、この城の下にあんなダマグモがいるとは。パリピダマグモが、パリピダマグモがね、まさかおるとは。お、待って、なんかマスカットあんじゃん。ここって俺穴ほじらんかったっけ。ああ、資材やれていいだね。さて、青ピクミンには運んでもらわず、氷ピクミンにちょっと運んでもらいながら、我々はこっちの探索をちょっとしましょうかね。あれ、俺この、ここ俺あれしてなかったっけ、押してなかったっけ。あ、これあれかな、もしかしたら正午にこう水増えちゃうから、そうなると一回こうリセットかかっちゃう感じ、そんな気がする。とりあえずちょっと、あーどうしようかな、これオッチンで行くか、オッチンで行って大丈夫か、怖いな。
おい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 、大丈夫か。あいつがなちょっといやらしいな。あぶら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 ちょっと何止まってんの急に。よし行ったろか。怖い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 。ああ一匹死んだ。ぶっ刺さって。おお大丈夫か大丈夫か大丈夫か。ああまた一匹死んじゃったよ。とりあえずマスカット。オッチン力持ちやな。こんなピクミンいっぱいな。あれしても。文句言わへんで、これは持てるね。いいね。これはこれなんだ。あれマスカットでしょ。これなんだろうね。ちょっと酸っぱい系のあれでしょ。多分フルーツだよね。名前出てこねー。なんだろうこれ。じゃあちょっとチミたちには運んでもらいながら、ケメクジちょっとやるか。ちゃうよ。あちょ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 、あぶねえ、やられるとこだったって。あーピクミンが足りねえ。大丈夫か。くそーこいつ相変わらずやな。あら、まあああこんじゃってさあこちらへんもちょっと見てみたいな。さすがにこのちょっとピクミンの数はモアイモアイがある。どこだっけ。なんか自由の女神もあったよね。あ、あれも取ったんだっけ。あ、いや違う違う、あっちだ。すげえな、モアイに自由の女神にいっぱいあんな。あー、ここにも穴があったね。そういえばここも行かないといけない。まあ今日はちょっとね、もう穴の探索はもうあれで結構お腹いっぱいよ。だからもう大丈夫やわさあ頑張れ。あーもう夕方だね。いやーまあでも今日はかなり、まあ地下をね一個クリアしたからのも もあるけど、かなり今日はなんか歯ごたえのある旅だったような気がするな。さあ頑張れ頑張れ。お、あー7000キラキラポイント超えたちゅうことはまた新しいエリアが行けるってことか。やべえな。次多分なんか寒いエリアとか行きそうだよね。なんか流れ的にさ。 OK。 あらちょっと待ってな、一匹。ああそっか、一匹ね食われちまったからな。じゃあちょっとギリギリまで探索をさせていただきたいところではある。ちょっとさっきのモアイのとこ行ってみてえな。あーなるほど、これ壁壊さなきゃいけねえのか。そうか、かつ
ます。これ、あ、これぶっ壊して、あっちに行けるな。あの橋作って。なるほどね。いやー、ちょっとまだまだいっぱいしなきゃいけないことがいっぱいあるな。さあ起動させてみて。お、待て、おお、エンジンついた。シェパード号のエンジンが復活したぞ。へえ、エンジン動かすこともできます。すごい、離陸も可能なんだ。あ、パイロットさえ見つかればシェパード号で飛ばせる。あ、え、パイロットもまだ見つかってないんだっけ。そうか。あれ、エンジン復活したけど、なんか新しいエリア、あれだね、出てこんかったね。まあ一旦ここでちょっと終わらせておきましょうかね。